皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はパン作りのコツということで、メロンパンの上のクッキー生地をうまく作るというお話をしたいと思います。まずですね、あのメロン側の部分のクッキー生地のところですね、よくその混ぜてしっかりこう皮を混ぜていくところで、油分とですね、あの卵の水分が乳化するときに反発し合うんですね。でここがしっかり混ざってないと、黄色い感じの色になっちゃうんですけども、しっかり混ざっていくとですね、そこが白っぽくなって、あのちゃんと馴染んで全体的にツヤが出てくるっていう仕上がりになりますので、まあ、そこのあたりまでしっかりこう乳化させるっていう、はい、そういう形をとっていった方がいいと思います。ですのでコツとしてはですね、徐々に混ぜていく方がうまくいきやすいですね。卵を何回かに分けてこう入れていくとか、そういう作りにしていただくと、まあ、失敗が少なくなるかなというふうに思いますので、そんな形でやってみてください。